上川地岳は、静岡市青井区と長野県飯田市の境界に位置する、標高2803メートルの山である。赤石山脈南部の南アルプス国立公園内に、あり、日本200名山に選定されている。上川地岳の廃末帯に生息する雷鳥、大井川の支流の上川地沢の源流部の山である。山頂の南西方向に、周氷河地形の名残である。 窪地ち状のきっ浄土の地形が見られる。周辺は、お花畑と称する高山植物の群生地となっている。北側の南岳との間にも高山植物の群生地がある。山頂部は、森林限界を越えた岩場で360度の展望が得られる。この周辺の排末帯には、雷鳥が生息している。1925年7月に、 長野県の上村の遠山なお竹会が、新市を上河内だけに安置する際に、色竹から赤石だけに重装する際に登頂したことが記録されている山頂からは、富士山、ザルガ、竹、青竹、光竹、江那山など360度の展望がある。夏に雨量が多い。5月に山頂部で積雪することがある。5月下旬頃まで山頂付近の登山道に、 雪が残ることがある。11月に入ると山頂部では本格的な冬山が始まる。赤石山脈の主猟線上にあるため、両線上にある重装路の登山道を歩く際に登頂されることが多い。山頂部、登山道から東に約100メートル離れた位置にある。長野県と静岡県の各登山口からの登山ルートがある。 1957年の静岡国体の際に、畑邸大釣橋から、畑邸山を経て茶臼岳へ至る、小鳥尾根のルートが整備されたが、その後荒廃してほとんど利用されなくなり、廃道となっている。山頂の南西の約500メートルの位置には、竹内門と呼ばれる、チャートの岩峰の間を登山道が通っている。 チャウスだけの北東海にあるチャウス小屋営業期間前の生態小屋登山口や両線上には山小屋とキャンプ指定地がある。登山シーズン中の一部の期間に友人の営業を行っている。最寄りの山小屋はチャウス小屋でキャンプ指定地が併設されている。南アルプス国立公園内であり、キャンプ指定地を除き、全山爆影禁止となっている。小屋からは、 富士山を望むことができ、1997年から食事提供を開始した。小屋の周辺では水が湧き出し、品の金梅、日光木すげ、白山風炉などの鉱山植物が見られる。かつては、日立の脇に小屋があった。この池の水は、異用に適さない。長野県側静岡県側山頂から北約800メートルには南岳がある。 東には大井川まで尾根が伸び、山頂から東約3キロメートルには上千枚山がある。上郷地学から望む茶臼岳と光岳中央部に周氷河地形の気候浄土太平洋へと流れる以下の河川の源流部にある。ありがとうございます。